やあ、せつなけいすけだよ。今回は箱庭の歌やっていきたいと思います。ロードのこれやな、パート34、前回のあらすじ。あ、動画見てもらった方がいいなこれ。あー、いや、初見さんがおるけん言っとこう。前回ですね、この主人公涼介とヒロインである小鳥ちゃんの二人がね、ある人類滅亡の危機っていうのを知ってしまいます。その人類の危機の話を聞いてね、ちょっといろいろ心が揺らいでるって、そんなところで考えてくれれば幸いだと思います。で、今回何だろう、今回どんな展開になるか全然読めんのよな、わからんのよな。本拠地に向かって歩く道、大きなあくびが出た。お、寮に眠そうじゃの。ちょっと考え事してたらなかなか寝つけなくてね。寮人はいつも大変そうじゃの。そうや、お前らみたいな、キャラの濃いやつらばっかとはつるんどうけんな。お、キャラのあんま濃くない俺がさ、めちゃくちゃ貧乏くじ引かされとんじゃん。そういえばコナミは今日打ち合わせないの。気が早いが、本当は今日から設営を始める予定だったんじゃが、今夜は台風が来るらしいからの。台風来るんじゃ、そりゃできんわな。ああ、それでなくなったんだ。そういうことじゃ。だから一度学校に寄ったらしい。夏行きと一緒じゃないのはそういうことか。とりあえず本拠地まで二人で歩くことにする。コラミの方は順調？うむ、順調なのは順調なのじゃがな。ん？もしかしたら当日焼きそば屋の方は出られないかもしれなくての。あ、こっち、あ、別にいいよ別に。そっちの方で楽しんでくれれば俺らとしてもいいと思うしなって。そうなんだ。やっぱりどっちもっていうのはなかなか難しいもんじゃの。そりゃまあそうだよね。できることなら焼きそば屋の方も何でもいいから手伝いたいものじゃ。じゃあ後片付けやってくれん。後片付けやってくれん。みんな面倒くさがると思うけん、特に夏行き面倒くさがると思うけん、やってくれん。二つ年下の子に押し付けるもんどうかと思うけど、やってくれん片付け。せっかく集まってもらったところ申し訳ないんだけど、実はもう金曜の設営まですることなくなっちゃったよね。あ、そうなんだ、いいことだよ別に。は、ん、今何でもって本当だ、今何でもやるって言ったよね。俺イムじゃねえわ、俺イムじゃねえからそんな言葉使いたくないね。イム中じゃないからね。全員集まって、そうそう、いつきがそんなことを言い出した。え、じゃあ集まる意味はなかったってことか。そういうこと。ま、いいんじゃないの、どうせ集まる必要なくてもいつも集まってんだし。そうやな、そうよね、家にいてもすることないし、ここ以外居場所ないしね。なんかここ以外居場所ないしねって聞いたらさ、お前らすごい落ちぶれた人間の集まりみたいな感じになってきとるけど、かわいそうに。違うよ、ただのお遊びグループだよ、別に問題なんか抱えてないよみんな。じゃあ解散にしよう、今日は台風も近づいてるみたいだしな。はっ、バカ言うなよ、そんなことを言って帰って勉強したいだけだろ。いや、台風は本当だし、勉強して悪い理由がどこにある。さてにゃのらねえぜ、勉強なんかさせねえよ。させてくれ、宿題があるんじゃ宿題。だからなんでだよ。それじゃあ何する。昨日は鬼ごっこやったな。することなんていくらでもあるだろう。例えば何よ。宿題だったり受験勉強だったり。真面目だな、頭硬いな、ゆむくん。一応俺たちは受験生だぞ。そうなんだけどね。また歩がわけわかんないことを言い出した。どっかで頭でも打ったんじゃねえの。まあ、今の学生にとってはね、こんだけ勉強したがるんはちょっと頭打ったって証拠なのかもしれません。中学3年生で勉強に見入れる人間なんかあんまりおらんようなイメージがある。僕もそうです。こっちのセリフだ。ま、諦めなさいよ。ここに来たからには勉強なんてさせないんだからね。星、この星に秘められたさ、伊豆の情熱が垣間見えてる。
なんでお前たちは俺が勉強するのをそんなに阻止したがるんだ。だってつまんないじゃん。な、アユムのこの顔なんなん、この顔全てを悟ったような顔なんなん。お前らそこまで言うなら仕方ないみたいな顔してるけど、この後何を言うんだろうね。おいコナミ。なんじゃ。コナミはひよこちゃんの電話番号を知っているか。知っているがどうするのじゃ。ひよこちゃんの都合が悪くなればここに呼び出してくれ。悪くなければやな。それはいいけど何のためじゃ。告白でもするのかの。コナミちゃん、自分がされた立場やけんってさ、そっちの方に考えるようになってしまったんか。お前そんなわけあるか。いいか、あの子がいればあいつらの注意はあの子のところに行く。そうすれば俺はこっそり勉強することができるだろう。だこの前来た時のことを視野に入れたら覚えとんやなこれその時ひよこちゃんが来た時はさ、俺、タッチされんかったけん勉強できたわみたいな感じなんやな受験終わったから気楽にこの会話が聞きますわ。あ、そうやな、最近受験終わった人が多いって聞いたな。で、受験終わったっていうのは合格ってことで終わったのかな、不合格ってことで終わったのかな。ふふふ、講師だったら僕はめちゃくちゃ楽しめるよ。僕は人の不幸が大好きなんだわあ、めちゃくちゃ好感度を下げるようなことを言ってしまったほう、だから頼む。まあピューちゃんが来れば面白くなりそうだし呼んでみるかの。そう言うとコナミは携帯を取り出しメールを打ち始めた。せつけいさんがうざキャラに、いや俺結構 YouTube の動画の方じゃうざいキャラクター出しちゃう方やなって思うんやけどなむしろ来年受験、あ、カズニャンさんは中2か高2かどっちかなんやね。了解しました、頑張ってね。さてこのコラメ日常パートかなって思ったけどさ、このひよこちゃんが来るあたりさ、ひよこちゃんにとってはさ、非日常のさ、めちゃくちゃの修羅場みたいな展開になりそうやな。ひよこちゃんだけにとっては。あら、何、ひよこちゃん呼ぶの。お、いいじゃん、面白そうだな。もはや友達だよ。オッケー。あ、オッケーってちょっとローラーっぽく言ってしまったけど、オッケー、送信完了じゃ。これじゃ、このみたいな声はこれじゃ。これから、それから数十、十数分後か。大丈夫ですか、クロミさん。慌てた様子のひよこは、本拠地に現れた。なんていうメールが来たんだろう。ピオちゃん、助けてくれ。ヤクザに絡まれてるんじゃ。みたいな感じかな。あら、いらっしゃい。遅かったじゃねえかよ。え、どういうことですか。何が？いえ、コラミさんのメールが大変そうだったから。え？ちょっと見せて。はあ、どうぞ。ひよこの携帯を覗き込む。すると。わあ、ピオちゃん助けてー。似てる。俺の言ったこととちょっと似てるな。ちょっと似てるな。絡まれてる時みたいな感じの助けの呼び方だな、それ。尋常じゃなさそうなメールが画面に映し出されていた。何これ。いや、普通に読んでもピオちゃんは来てくるそうになかったからの。作詞だな、コナミ。ピオちゃんの扱い方心得てるわ。こうすればピオちゃんも来てくれるんじゃないかと思ったのじゃ。もう心配しちゃったじゃないですか。それは悪かったの。でも心配してくれたんじゃな、嬉しいの。で、誰も心配なくてしてません。心配したようなすごい勢いで来たけどね。結構ひよこちゃんも優しい子なんですね。今心配したって言った。聞き間違いです。もう。あ、心配停止しました。心配しましたけど、心配停止したみたいな。ああ、心配停止したんじゃ。大惨事じゃないか。そっちの方が大惨事じゃないか。ふふ。でも、あのメールだけでどうしてここだって分かったの？新世界の力舐めないでください。やっぱりあの組織の力か。恐ろしいな、ストーカーされてるんじゃないか、発信機とかつけられてるんじゃないか、誰か。そう、ピヨピヨ、そう。なんですかその振りは。え、面白いことをやってくれるって話じゃなかったの。ひよこちゃんをなんか大道芸やる人みたいな、そういう人みたいな扱いしてるな、お前ら。あ、
こと聞いてません。おい、話が違うじゃねえかよ。どうなってんだよ、邪魔ね。すみませんの、助けとしか伝えなくて。犯人は刹那さんかな。いや、俺は別にヤクザとして絡んだりしないよ。むしろ無牛はするけどな、無牛は。無牛ダメだな。無牛したら警察沙汰だな。やめとこ。おいおい、しっかりしてくれよ、もう邪魔ね。本人も反省してますんで。コナミちゃん、ノリいいな。してませんよ。なんでヒョコが反省しないといけないんですか。もう、なんなんですか、この人たちは。ヒョウスケさん。え、ヒョコわかります。さようなら。そう言って、ヒョコは出口に向かって歩いていく。するとそれまで おとなしくしていたアユムがガバッと立ち上がった。そうか、アユムが読んだんだったな。自分の策略のためにアユムが読んだんだった。待て、待つんだひよこちゃん。わあ、アユムの目が本気だぜ。いつもめちゃくちゃテンション低そうにしてるのにな。陰気なのにな。うわ、なんですか。そんな大きい体で触ってこないでください。怖いです。あ、すまない。今の一瞬、アユムがさ、ロリコンの危ない人みたいに見えたね。アユムさんでしたね。で、何の用です。とりあえず、一旦帰るのは待ってくれ。だから、なんでですか。君がいてくれないと、俺の勉強がはかどらないからだ。これ、聞き方によっては、捉え方によっては、告白やぞ。アユの告白みたいになっとるぞ、お前。大丈夫か、これ。は、意味わかりません。何言ってるんですか、ロリコンですか。ほんとロリコンの危ない人に見えとる。せめて1時間でいいから、あのバカどもの相手をしてくれないだろうか。だからなんでヒヨコがそんなこと。頼む、君しかいないんだ。君じゃなきゃダメなんだ。え、ときめいてる、ヒヨコちゃんときめいてる。ちょろいぞヒヨコちゃん、とちょろいぞヒヨコちゃん、ちょろいぞお前。ああ、ロウスケ、ちょっと引いてないか、これ。まるで愛の告白みたいじゃのう。だな。まあ、ヒヨコじゃなきゃダメって言うなら仕方ないですね。ちょろい。言っちゃった、ロウスケ、言っちゃった。ちょろいって一言言っちゃったよ。本当か。でも、1時間は長いです。30分だけだからですね。だけですからね。まあ、30分でもいいか。よろしく頼む。はあ。ため息を吐き出しながら、ヒヨコはこっちに戻ってきた。火事ですからね。え、なんで僕に言うの。それでヒヨコは何するの。ナンパされたら簡単についていっちゃいそう。やばいな、この会話怪しいって。やばいね、これこのタイミングで来た人を見たらさ、どう思うかね。それでヒヨコ何するの。ふう、ちょうどいい機会です。ヒヨコの新必殺をここでお披露目してやるですよ。新必殺。そうです、小鳥を妨害するときにいつも使っているジャミングノイズ。それ言っていいことな、それ言っていいことなのか。小鳥目の前に おるのにいいのか。それで応用することでヒヨコはとうとう新しい必殺技を習得しました。これを使えばほとんどの人を催眠術にかけることができるというこの技を、ヒヨコはササジマ式催眠術と名付けます。ネーミングセンスないな、ほんとそのままやもんな。催眠術って言葉にさ、考えた人の名字つけただけやもん。もうちょい考えろよな。ピヨ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 ノイズ、ピヨピヨノイズ、んちゃうな、センスないなこれも。ピヨピヨ、いや別にそんな考えんでいいや。別に笹島式催眠術でいいわもう。そうやな、えげつないことやろうとしてるなこれ、ひよこちゃん。うるさいですね。ていうかそれ危なくないの。危なくないです、ちゃんと研究と実験を重ねて編み出した技ですから。ひよこは小鳥に催眠をかければ小鳥は情報保有個体を出せなくなっちゃうですよ。どうです、これひよこ無敵ですよ。ふーん、何々ピヨピヨ、何ができるって。なんか催眠術だって。それ聞いたら夏雪が目輝きそうですね。あいつに添えてない。子供とかたわごとだと思われてる。
マジかよ、すげえな、最近の小学生は。小学生じゃなくてひよこがすごいんです。すごいね、ひよこ。小鳥は上手とひよこに対して危機感を持ってください。それじゃあ、まずは誰に催眠をかけますか。もうなんか、わーいっていうね、なんか学級の学校出し物みたいになってますね、これ。ひよこちゃんが小学生だけに。そうだな。あー、選択肢出てきた。わー、最近選択肢多いぞ。よっしゃ。よっしゃ。これどっちか、視聴者さんにどっちか決めてもらおう。多分この枠では片方しか見れんとは思うんですよね、時間の都合上。もう片方は YouTube にアップするときに自分が生放送とは別のところで収録して、くっつけて動画にするつもりでいますんで、どっちがいいですか。生放送で見れるのはどっちか片方だけだぞ。夏行きと歩む催眠術にかけるのはどっちか。夏行き催眠術かけても、なんか夏行きかかりなそうやしな。もともと変なやつが変なやつがかかってもなっていう気はするよな。もともと変なにかけてもさ、変なんがまた違う変なになっただけやけんな。よね、やっぱ歩むよね。やっぱいつも真面目な歩むにかけてさ、もう踏みだらな不死でなんか変な感じの言動とかし始めたところを見たよね、歩む。じゃあ歩むにかけてみてよ。おい、ちょっと待って、夏行きか伊月にしてくれ。そうじゃないとこの子を呼んだ意味がないだろう。勉強したんやけんな。俺は勉強がしたいんだ。ブー、ちょっとイラっときました。え、アイムさんの言い方じゃヒヨコまるで都合のいい女みたいじゃないですか。都合のいい女って言葉してんだよ、ヒヨコちゃん。小学生で知ってるんじゃ君、火曜サスペンス劇場とかよく見るタイプかな、都合のいい女って。決めました、ヒヨコ、アイムさんに催眠術をかけます。ちょっと待ってくれ。ダメです、アイムさん、あなたは宇宙人です。宇宙人、宇宙人。なんで宇宙人。う、宇宙、宇宙人、宇宙人、宇宙人。お、臨じますみたいな感じで待ってます。はい、わかりました。え、本当に。しかもかけた時のひよこちゃんの笑顔がすごい可愛い。当然です、ひよこの実力を舐めないでください。アイム、小鳥が話しかけると、それまでうなだれていたアイムがのっそり顔を上げて立ち上がった。ピロロロロロロロ、ハハ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 、ダメ、これはカカカカ赤つぼですな。顔がいつもの歩むじゃないで。ああ、笑った。やばい。ああ、笑った。わあ、笑った、これ。これ、サムネにしようかな。歩むが壊れた。我々は宇宙人だ。ピロピロ。我々っておめえ一人しかいねえじゃん。あと、ピロピロってなんだよ。アイムの中の宇宙人像、どうなってんの。我々の目的は、学力の低いお前たちに勉強をさせることである。あ、アイムっぽさ残ってる。大きなお世話ね。何をこいつ。あれ、こいつもしかして宇宙人のふりをしているアイム本人じゃね。確かに。歩むの部分はあるもんな。30% ぐらい歩むやもんな、これ。しずるですね。ちゃんと催眠はかかってます。あまりにも普段はそのことばっかり考えてるせいで表に出てきちゃったんでしょうね。それ、催眠術成功って言えるんだろうか。微妙やな。かかっとることにはかかっとるけどな。どんだけ勉強バカなのよ。いやー、夏行きと伊月はバカなのが原因だろう。おい、お前ら、今から俺がお前らに問題を出してやる。お、答えられるもんなら答えてみろ、バカども。バカだか、なかなか言わなそうな歩むなのにな。バカって言葉が出てきました。何かムカつくわね。
面白いじゃん。とりあえず出してみろよ。問題。欲を出して2つのことを同時にやろうとして結局どっちも失敗することを何というか答えろ。ピロピロ。これは結構簡単やね。2頭を得る、2頭を追うものは1頭も得ずってやつやね。2匹のウサギを同時に追いかけようとしたら両方とも逃すっていう、そういう故事成語ってやつかな。失敗から生まれたことわざですね。夏雪はどう答えるのか。俺さ思ったんだけど、これ宇宙人じゃなくてロボットじゃね。いやそこ突っ込んできますか。確かに、ロボットっぽいけどさ、それちょっと逃げてるかわからないから逃げてるか。いいから先に答えてやるよ。け、こんなは小学生でも答えられるぜ。一石二鳥だろ。それ逆の意味だ。それ逆のやつだよ。一回で二度お得っていう意味だよそれ。ブブ、何言ってんのよあんた、バカじゃないの。それを言うなら一挙両得でしょ。女似たような意味のやつ出してきた。そこじゃないよ問題なのは。え、お前らマジで言ってんの。ちょっと見てみろよ。お前らがバカすぎて歩む固まっちゃってるよ。歩むの反応も面白いな。もう毎回っていうか、もうさ常に催眠術かけた状態で歩む立たせておきたいんやけどさ、これから。本当だ、注意マーク、2人とも受験生ですやけんな。中学3年生やけんな。みんなこれ見てどう思う？負けたくないよな。負けたくないやつは勉強しような。あ、受験終わったんかみんな。やっぱり宇宙人じゃなくてロボットじゃん。え、間違えたの？素で言ってるんかこれは。素で言ってるんかこれは。間違えたって言うか真逆だよそれ。ん？ほう、本当にあなたたちは中学生ですか。答えは2頭を追うものは1頭も思えず。こんなの本当に小学生問題ですよ。え、2頭、え、なんだって、初めて聞いたんだけど。そんなのなあ、いずき、聞いたことあるわよ。一緒にしないでよ。失礼ね。ごまかしてるな。ほら、ひきおこちゃんもボカンってしてる。なんだこれ。はっ、俺は何よ。あ、解けた。ひよこの催眠術が解けると、アイムはガバッと起き上がった。どうやら術をかけられていた間の記憶がなくなっているようだ。ブツ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 。なあ涼介、何、伊豆木はなんであんなに必死にことわざ辞典を読んでいるんだ。勉強に目覚めたんじゃないの。そうか。アイム、なんだ。人知を尽くして天命を待つ。いつかあんたをギャフンって言わせてやるんだからね。おお、なんだかんだでよかったな。伊豆木が勉強する気になって。ちなみに人知を尽くして天命を待つっていうのはね、とにかくできるだけの努力をしなさい。できるだけの努力をしたならばどんな結果になっても悔いはないでしょっていう、そういう意味のことわざで、実は俺の何やったっけ、座右の目なんですよね。人事を尽くして天命を待つ。気になる人はちょっとヤフーで調べてみてください。俺のちょっと好きな言葉です。さて問題は、伊豆木がこうなったけど夏雪の方はどうだという話である。うん、伊豆木、今の間に一生懸命ことわざ勉強したつもりかもしれないけど、それ使い方間違っているから。え、はあ、バカで、あんたにだけは言われたくないわよ。あ、孔明なんじゃこの言葉作った人。それは知らんかった。それは知らんかった。だって俺この言葉さ、人事を尽くして天命を待つってイニシャル D で高橋涼介が言おったけん知った言葉なんやもん。孔明じゃなくて高橋涼介の名言。いや、そこまでは言わんよ。高橋涼介の言葉とは思ってなかったけどさ、高橋涼介で知ったけん、講師じゃこれ。孔明じゃなくて講師やな。講師なんじゃ。知らんかった。それは知らんかったわ。よっしゃ。セーブ。まあ、言い訳させてもらうと、高橋涼介、イニシャル D の高橋涼介は、講師レベルで頭がいいってことで、ね、そういうことで。
まあ似たようなもんかなってことにしとこう。というわけで今回はこの辺で。今回は面白かったね。IM があんなことになるとは思わんかったね。ああ、笑った。笑った。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。やってきました。もう一つの選択肢のコーナー。さて、生放送中に歩の選択肢は見れたんですが、夏雪の選択肢が見れなかったので、そっちの方を見ていきたいと思います。じゃあ、夏雪にかけてみてよ。そうですね。こういったのはかけやすいそうですし、いいかもしれません。そうなの。一番バカっぽいし、単純そうなので。ああ、そう。ほら、早く早く。夏雪が結構かかりたがり。じゃあ、行きますよ。どんな催眠をかけるのじゃ。そうですね。じゃあ、あなたは女の子っていう催眠はどうでしょう。いやあ、夏雪っぽいといえば夏雪っぽいな。女の子みたいな見た目でさ、それで自分のことを女の子っていう自覚持ったらどうなるかっていう、そういう話になってきます。ほう、それは面白そうじゃの。じゃあ決定ですね。ひよこは夏雪の前に座ると、その目をじっと見つめて催眠術をかけ始めた。いいか、いいですか夏雪さん、あなたは女の子、女の子、女の子、あなたは女の子です。女の子、女の子。はい、わかりました。本当にバッチリです。貼り上げてみてください。夏雪。お、はい。そのなんですか。あれ、若干おしとやかになってる。なんか妙に塩らしいな。夏雪さんがもう女の子像が現れてるんです。ああ、女の子は結構こういうおとなしくて、なんつうか落ち着いた感じだっていう像があるんだ。なるほど、夏雪いいセンスしてはる。へえ、ここには一人もいないタイプだ。確か伊月はどっちかって言ったら荒っぽいところあるし、小鳥ちゃんはじゃ、おしとやかというよりは天然って感じやけんな。私その、これ本当にかかってるの？あんた演技してるんじゃないでしょうね。な、何のことですか？あ、夏雪が何のことですかって言う時が来たんじゃ。これは、かかってる。それですね、バチリやと言ってます。信用できないって言うなら、涼介さん。え？何？ちょっと夏雪さんは触ってみてください。え？僕が？面白そうね。早くやりなさいよ。じゃあ僕はゆっくり夏雪の体に手を伸ばす。すると夏雪はどこから出しているのかわからない高い声を上げた。いやあ、女の子の反応です。めっちゃくちゃ女の子の反応です。わあ、こういうちょっと恥ずかしがる感じが可愛いですな。ちょっと何ですか。やめてください。そう言いながら瞳を潤む、何でも、潤ませる。兄上、かわいいの。そうね、フランとのギャップもあっていいわね。これは演技じゃないわ。だから、そう言ってます。確かに、これまで男でありながら夏雪のことを支持してきた人間がようやくこれで、わー、萌えってなる。わーと萌えってな。涼介、もっと触ってみなさいよ。やめてください。するとそれまでおとなしく勉強していた闇がゆっくり立ち上がった。この夏雪なら俺でも勝てそうだな。あいぶ夏雪が突然女の子っぽくなった瞬間すごい顔になってきた。お前危ない人間じゃないだろうな。弱い女の子になったら手を出すぞとかそういうタイプの人間じゃないだろうな。歩、お前そう見えてきたぞ。今のセリフ、今のうちに日頃の仕返しをしておこうか。目がマジですな。歩君、目がマジなんですな。そう言って夏雪に近づいていく。なんですか、怖いです。夏雪、日頃の仕返しだ。キュッバシッブワー。夏雪の右アッパーが歩の腹にクリーンヒット。催眠術かかっとっても強さは夏雪のままでした。
もだえながら歩むは床へ倒れる。クソ強いじゃないか。催眠術かかっとってもさ、そりゃポテンシャルは今までの通りってことですな。歩む、あんたバカじゃないの。何か変な人っぽかった、歩。俺もそう思ったで。ちょっと女の子を襲うようなそういうタイプの人間かなってちょっと思ってしまった、歩。お前今回のパートいろいろ変な人をアピールしまくっとるぞお前。うん、散々だ。それにしてもこういう催眠術をかけるなら髪を切る前だったらよかったのにね。まったくじゃの。また髪が伸びた時にもう一回かけてもらうかの。それじゃあ、そうそう、できますよ。え、俺、催眠術かかってたの。自覚なし。女の子みたいになってた。マジかよ、全然覚えてないんだけど。いつも通りの脱衣に戻っちゃった。ちょっと女の子っぽい、本当に見た目から、性格から、全部女の子の脱衣はここで終わってしまった。みんな、まだこの脱衣が見れる時を楽しみに待っとってね。来るか分からんけど。おいよ、ぴよぴよ、催眠術クソつまんねえな。つまんない預かりして始めたな、すげえ。ちょっとですね、せっかくかけてあげたっていうのに。だったら、他の人がかかってるところ見たらいいじゃないのよ。お、そうだな。ってことで、もう一回頼む、ぴよぴよ。いやですよ、クソつまんないんでしょ。言葉のが嫌だって、頼むよ、ぴよぴよ。よ、大統領。仕方ないですね。おだてられてる。近来のおでからおだてられても、ひよこちゃんだったら そんなにおだててもダメですよみたいなことを言うかなと思ったのに、仕方ないですね言っちゃってる。ほう、あくらめてるやん。まんざらでもない顔でひよこは僕に問いかけてくる。じゃあ今度は誰にかけます。なんで僕に聞くんだ。それじゃあ、ああ選択肢増えおった。選択肢新しくなりおった。おお、当たりだ。今回のパーで当たりが気がするぞ。ひよこちゃんの催眠術マジ面白いですね。歩夢のあんな姿見れるとは思わんかった。しかも次の選択肢は女性陣ですよ。こう言ったら変な意味取られそうやけど、楽しみっすわ。小鳥ちゃんが催眠術かかってるところを見たいですね。